こんばんは。金曜日の午後8時になりました。レーシングドライバーの土屋圭一です。みまちゃん、こんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。お願いします。関さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。関です。皆さん、こんばんは。金曜日の午後8時になりました。レーシングドライバー土屋圭一です。土屋圭一の車の話、サポーテッドバイプレソケア。この番組は私土屋圭一が東京 MX テレビの放送中、テリー土屋の車の話の裏話、豪華なゲストを招いてですね、車のトークをお届けします。そしてテリー土屋の車の話の公式 YouTube では番組の様子も発信していますので、ぜひ皆さんチェックしてください。さて、今週は大御所声優をゲストに招いております。そして音響監督の三馬正文さん、三馬ちゃんはもちろんね、来るのは当たり前でしょ。いや、ゲストの三馬と申します。何がゲストじゃん。今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、先週もね、豪華ゲスト鈴木あぐり。いや、ビビりました。ビビるよね、よ本当にね。今週はね、僕からするともう声優業界の大御所。僕からするとプリンス。プリンス。プリンスです。ね。はい。今日も長くなりそうだね、みまちゃん。短めにしましょう。今週もね、土屋圭一の車の話、最後までお付き合いください。それでは、まず一曲お届けしましょうか。はい。小田和で、ラブストーリーは突然に。懐かしいよね、これね。うん。大体これかけとくと、モテるよね。そういう時代だよね。これ土屋さんが選曲されてるんですか？そうですよ。あ、そうなんですか。お好きなんですね。たまに歌う。カラオケもされるんですね。でもこうやって聞くと、昔の曲ってみんなイントロ長いよね。まあ、確かに。カラオケで どうしていいか分かんなくなって、イントロ長いと。ね、改めまして、MC の土屋圭一です。東京 FM からお届けしている土屋圭一の車の話。今回の放送も豪華ゲストをお招きしました。みまチャンネル。みまチャンネル。はい、みまチャンネルです。どうもよろしくお願いします。イニシャル D ですよ。イニシャル D 続き。はい。だけどさ、この番組始まった時に、イニシャル D から始まってるじゃない。はい。すごいんですよ、この反響が皆さんの。ありがたいです。いや、だから本当にさ、日本だけじゃなくて世界中からやっぱりイニシャル D だけで反応してくれる人が多いんですよ。ですよね。はい。ということで、みまちゃん。はい。イニシャル D の高橋圭介。あ、プリンス。ドラえもんのスネオくん。はい。じゃあ、ご挨拶をしてください、スネオくん。はい。で、よろしくお願いします。スネオの関智一です。よろしくお願いします。関さん、はい。高橋圭介でお願いします。あ、そうか。コーナー二つ抜ける間にバックミラーから消してやるぜ。このセリフだけ覚えてるんです。そうだよね。はい。いや、高橋圭介ファン多い。あ、本当ですか。本当多い。嬉しい。あのね、やっぱこう、僕なんかは、はい、スーパー GT っていうレースやってるんですけど、はい、そこで鈴木アグリの総監督のところで、はい、あのね、FD に乗ってる女の子が多い。確かに。高橋圭介ファンが女の子多い。もう一回。コーナー二つ抜ける間に、バックミラーから消してやるぜ。ちょっと変わったよね。あ、変わりましたか。いいじゃんよ。高橋圭介なんだから。いや、もうダメだし、仕事なんで。あ、すいません。はい。そう。いや、僕のでも知り合いの女の子もやっぱ乗ってます、FD、黄色の FD。でしょ？はい。だから高橋圭介ファンってほんと多い。でもなんで高橋圭介が好きで、高橋圭介の車に乗りたいんだろう。なんで包み込まれたいの。包まれ、抱かれたいんじゃ、抱かれたいってことじゃないですか。おい、まだ早い時間ですから、見ません。おい、まだ20時だぞ。そうなんですよ。みまさん。違う。すいません、みまさんはいつも喋る仕事じゃないから。あ、そうだね。じゃあ抱かれたいって意味が違う。こう。あ、抱かれたいってこと。そうそう。あ、そうです。あ、胃が抜けてた。あ、そうです。ごめん、ちょっとね、滑舌悪いから。でもさ、こう、みまちゃんと関さんの出会いっていうのはどこからだったんですか？覚えてますか、みまさん。覚えてない。覚えてない。覚えてない。僕は覚えてます、はっきり。僕、この、集英社のアニメ、漫画で、ルローニケンシンっていう。映画見た。あ、見ましたか？映画見た。それが本当にあの、走りで、CD ドラマっていう声だけの、やったね。はい、作品っていうのが出まして、そこに僕、あの、相良佐之助っていうあの、鉢巻巻いた。出てた？そうなんです。それを、美馬さんがキャスティングしてくれたのが初めてで。そうか、出てた？出てたんです。出したんでしょ。全然覚えてない。美馬さんが。美馬さんからすると、関さんの魅力ってその時何だったんですか？ああ、なんでキャスティングしたんですか？なんかね、土臭さ。土臭さ？うん。あれ？
いや土屋草さんじゃんね。土屋草さん。何ですか、それ。俺、ほら、長野県人だから。ああ、そうなんですね。いや、でもなんか、泥んこで汗かきながら、はい、なんか一つのことにこう集中してやっていくような、はい、なんか、男の子みたいな部分があったので。え、どこで知ったの関さんのこと。あ、そうですよね、うん。デビューして間もない頃なんて、そんなにまだ番組出てなかったんですよ。うんね、そう。どこだろうね。な、どこですか。その頃って、あの、各事務所さんからサンプル CD みたいなのが来てるんですよ。それでこう、声とお芝居を聞いて、はい、あ、この人いいかなって言うんで、うん、キャッチしたんだと思う。あ、そうですか。うん、嬉しい。だそこからの、あの、知り合いというか。そうか。あ、そこが最初なんだ。関さんの声ってさ、はい、すごいよね。その、スネ夫の声から、高橋圭介の声からさ、まるっきり違うじゃない。いや、本当に、ね。ありがとうございます。それがもう、声とか楽器だけじゃなくて、本質人間が変わっちゃうから面白いですよ。はあ、声真似じゃないから。本当にスネ夫はスネ夫だし、うん。で、譲り受けたんだもんね、スネ夫ってね。どういうことですか。その初代、二代目スネ夫だから。ああ、なるほど、なるほど。うん、そうですね。まあ、譲り受けたっていうか、まあ、あの、オーディションは一応受けてますけど。うん、まあ、そうだけど、はい、結局譲り受けてるじゃん。まあ、そうですね。うん、だから、それをそのまま肝付さんのまんまではなくて、うん、ちゃんと関ちゃんがいるっていう意味で、うん、確かに。関智一の俺はスネ夫に聞こえんの、うん。はい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 。そこはすごいと思う。じゃあ、イニシャル D の時に、うん、今ちゃんはなんで関さんにしたの？あ、そう。それも聞いたことないんですよ。ね、高橋圭介を。あれも CD ドラマが最初だったんですよ。はいはい。はい、もうそれも土臭いから。あ、なるほど。で、高橋圭介はさ、うん、なんかこうインテリ系じゃない？いや、凌介はインテリ系なんです。そこの差別化したかったんですよ。お兄さんの方が。そう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 。はいはいはい。イケイケじゃない、圭介。そう、だからちょっと喧嘩っぱやそうじゃないですか。うん、そうそ う, そう。だけど、凌介はそこをスンって見てて、はいはい。彼のパンチは右が速いから左は、左から狙ってけみたいなことを考えてるのが凌介で、圭介はもう自分の方が強いと思って、もう一気に一気にもう脊髄で動いてるような、うん、だからそういうイメージですよ。ああ、美馬ちゃんの中ではじゃあもう最初から高橋圭介は関さん。そうですね。あ、そう。特にオーディションとかもなかったですね。ないです。はい。だそれがすごいよね。だからそうですね。ね、この音響監督、普通のただのロンベイ親父。いやいや、そこは言わないで。あ、そう。はい。でも、関さんから見た、はい、その音響監督の今さんってどういう人物像なんですか？うんうん、そうですね。なんかまあその、今までのいろんな人の感想がなんか例に書いてあるんですけど、うん、まあこの、怖いとかうるさい細かいみたいな。今までの作品とか、ミキちゃんとかね。はいはい。はい、ありますし、あとまあその、はい、若手の子からすると、結構怖がられてるんですよ、やっぱ。はいはい、あの、なんていうの、鋭いこと言われちゃったりするから。うん、で、僕からすると、でも、普通の演出家っていうか、うん、あの、ちゃんと演出してくれる人みたいな感じなので、あんま怖いとかっていうよりは、頼りがいがあるっていうか、はいはい、なんかその、楽しいです、一緒にやってると。うん、ああ、なるほどね。はい、ミキちゃんなんかめっちゃ怖がってたもんね。あ、本当ですか。まあ確かに、そのプレイヤーからすると、あの、ちょっとこう痛いとこ疲れたりするんで、びっくりするし、うん、あ、よく見てるなと思って怖って思うんですけど、うん、なんかなかなか、それ、他のディレクターと一緒にやってる時に体験できるかというと、うん、なかなかそんなこともないので、うん、はい。まあ皆さん素敵なんですけど、うん、中でもやっぱりもう、その、なんていうんですか、目がいい、耳がいいっていうか、うん、はい。嘘つくとバレるっていう。だから今までのその声優さんのゲストね、うん。まあ、聞くと、必ず、その応募の、俺からするともう大物の声優さん。はい、はい。で、そのと音を取ってる時に、そうじゃねえよ。うん。もう一回やって。はいはいはい。美馬さんが言うらしいのね。はい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 。そんな言い方しない。あの、そうじゃねえよとは言わないんですけど、そう、結構しつこいです、それは。何回も、あの、ちゃんといいなってなるところまで。でも分かりやすいんですよ、あの、美馬さんって。はい。あの、一応その時間もあるじゃないですか、収録の。うん、はいはい。もう、あの、いつまでもやってるわけにはいかないので、うん、あの、やっぱその配分されてるみたいで、はい、気に入らなくても OK 出ることあるんです。で、気に入らない時の OK はなんか、はい、いただきます。ありがとうございます。みたいな感じなんですけど、いい時は、はい、OK! っていう感じで、あの、結構違って、本人は気づいてないらしいんですよ。出ちゃうんですよ。本当に顔と、ね、声に。何が違うの？やっぱなんかこう、ずんと心に来ないっていうか、うん、なんか、こっちに来ないのが違和感ですよ、うん。なんか気持ち悪いんですよ、自分の中で。その時は、はい、いただきますなんですよね。はい。気に入らないってわけじゃないですよ、関さん。言葉を選んで。あ、そっか。そうそう。許容範囲ギリみたいな。自分の中で物足りない。もっとできるはず。関智一はもっとできるはずだけど、うん、
じゃあもう一回やらしてみようっていう、欲張りなんですよ。要は。はいはいはい。だから一応 OK とは言われるんですけど、その声の雰囲気でちょっと落ち込んだりもするんですよ、うん、僕らは。ああ。はい。OK の時は、やったと思うんですけど、はい、じゃあいただきますって言われると、まあ、まあ、ギリだったんだな、みたいな。はい。まあ、合格点は合格点。はい。いや、もう不合格はもう絶対にダメです。ね、やらせるよね。はい。うん、もう何回も。そうだよね。イニシャル D の時そうだったもんね。はいはいはい。もう一回いいですかって言って。はい。そう、あ、やらされましたか。やらされましたよ。いや、でもね、俺昨日見てきたんですよ。はい、土屋さんと文太の。あ、はいはい。いやね、いいのよ。俺何回も撮ったかなと思うぐらいいいのよ。いや、よかったっすよ。あ、そう。皆さんぜひあの ね、DVD とか何かで見ていただければと思います。はい。うん、はい、と思いますけどもね。え、関さんは声優にいつなられたんですか。はい、僕は、デビューしたのは18、19とかそのぐらいの、はい、はい、タイミングで。じゃあ関さんは声優になろうとしたきっかけは何ですか。きっかけは、これ友達に、うん、あの中学時代の同級生に子役の男の子がいまして、はい、利根川くんっていう、はい、その男の子、まあ、よくテレビに出てるドラマに出てる子だったんですけど、うん、その子に関くんはあの声変わりしてなくて声が女の子みたいだから、うん、あの声優とか目指したらいいんじゃないって勧められたんです。それがきっかけ。そうなんです。で、子役のテレビに出てる子が言うんだから、はい、間違いないだろうと思ってその気になって声優目指し始めたっていう。はあ、でも慣れちゃうってすごいね。うん、ね、ありがたいです。器用だよね。まあどっちかといえば何でもやりたがりだよね。そうですね。なんか楽しいことを一生懸命やりたいっていう、うんうん、ね、はい、でもそれがまたちょっとあだになった時もあって、うんうん、あの器用すぎるから、うん、それこそさっきの美馬さんじゃないですけど、あのハートに響かないみたいなことを言われて、養成所時代は、うん、あのよく悩んでました。あ、はい、サザエさんの増岡さんっていう増尾さんが先生だったんですけど、はい、増尾さんにずっといじめられて、うん、はい、はい、盛り上がってるとかすいませんね、はい、そろそろお知らせの時間、はい、あ、そうなんですすいませんではここで、はい、プレソフィアからのお知らせです。土屋圭一の車の話を見たで電話すれば番組特製キーホルダーが漏れなくもらえるそうです。ここで総合保険代理店プレソフィアからのお知らせです。プレソフィアでは様々な保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しております。特にご相談が多いのが癌に関してなんです。2人に1人癌になると言われている時代ですからね。実際に癌保険を選ぼうと思ってもよくわからないという声を多くいただきます。そこで今日は財布に優しい癌保険をご紹介します。保険の支払いって毎月のことですから、お財布に優しいのは嬉しいですよね。今日ご紹介するがん保険は一月最大10万円、5年間ですから合計最大600万円受け取っていただけるんです。合計で最大600万円ですか。またもっと治療が長引いたり再発した場合でもこのがん保険は保証が一生涯続きますし、しかも無制限に何度でも保証を受け取っていただけるんです。無制限ですか。それだと仮にこう10年治療が続くと保証はいくらになるんですか。その場合は最大で1200万円まで受け取っていただけますし、さらに長引いても保証はずっと続きます。それは手厚いですけど、そんなにこう保証が手厚いとその分毎月の保険料が大変じゃないですか。本日ご紹介のプランでは例えば60歳女性で月々1562円なんです。60歳女性で月々1562円なんですか。しかもこの保険は満85歳の方までお申し込みできます。80歳じゃなくて85歳までですか。85歳の女性なら月々いくらですか。月々2070円です。85歳でも2000円台ですか。まあ、こうなると気になっている方もいるかと思いますけれどもね、どうすればいいですか。まずはコールセンターにお電話ください。満85歳まで男性でも女性でもご案内可能です。年齢や体調に合わせた無料のパンフレットをお届けします。でも電話したからといって保険に入るとは限らないですよね。パンフレットを見るだけでも OK です。また土屋圭一の車の話をご覧になってお電話をいただいた方へ特典として
漏れなく番組特製キーホルダーをプレゼントします。資料請求だけでももらえるんですか？では電話番号お願いします。お問い合わせは 0120-929-687 0120-929-687 プレソフィアまで。年齢や性別、健康状態によってご案内が変わる場合もあるため、まずはお気軽にお問い合わせください。無制限に受け取れるがん保険が60歳女性で、月額1562円の保険料です。さらに土屋圭一の車の話を見たで電話すれば、番組特製キーホルダーが漏れなくもらえるそうです。お問い合わせフリーダイヤルは 0120-929-687 0120-929-687 プレソフィアまで。土屋圭一の車の話、今回のゲストはイニシャル D の高橋圭介役でおなじみの関智一さん、よろしくお願いします。お願いします。まあ、関さんはさ、はい、イニシャル D の収録中に免許取ったって本当ですか？あ、そうなんです。ずっとあの免許を取りそびれてまして、はい、イニシャル D の収録やってる時に、あのなんか専門用語が結構出てくるじゃないですか。出てきますね。で、あのやっぱり両お兄ちゃんと話してる中で、まあ、そのエンジン、ロータリーエンジンがどうとか、はい、なんかあと前輪が垂れるとか、うん、なんかいろんなことを言うんですけど、はい、意味がよくわからないままやってたんです。で、それで美馬さんに、お前意味わかってんのかみたいなこと言われて、いや、わかんない、免許持ってないですって言ったら、免許も持ってないのに、一流レーサーのドライバーの役やれんのかみたいな風に言われて、免許取りに行けと。で、あ、じゃあ行きますって言って、収録中に、はい、あの、もう朝、早朝から行って仕事して、また、あの、教習所戻って仕事してみたいな、はい、感じで、1ヶ月ぐらいでなんとか取りまして。いや、だんだんなんか俺がパワハラみたいな。いや、言い方、いや、あなたは何回か免許取りに行ってたけど、挫折して、ずっとその、ほったらかしちゃったんでしょ？そうなんですよ。だったら中途半端じゃなくて、せっかくそこまで行ってんだったら、取り切りなさいよと。そしたらちょっと役も違うこと見えるよって、こういう素敵な話なんですよ。なんで俺が、お前免許取らないと芝居できないから免許取れよって、ちょっと、だんだんさっきから俺は怖いっていうのを何とかしようと思ってる。あ、そうなんですか。怖くなってるじゃないか。優しいキャラにしたいんですか？いや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。なんか素敵じゃない。イニシャル D の収録中に免許を取るって、なんか、そのハートを感じる。はい。で、この辺で一曲。関さんからのリクエスト、はい、お願いします。はい、え、水木一郎さんでグランプリの鷹。関さん、なんでこのグランプリの鷹選んだんですか？なんでしょう、なんかその父親が車乗るの好きだったのもあって、うん、あのレース漫画はよく見てたんですよ、好きで、はい、はい、でその中でいくつか好きなものがあるうちの一つでグランプリの鷹、うん、はい、まあ、曲もかっこいいんです、イントロが、うん、はい、それで選ばせていただきました。なるほど、ね、はい、そういう、まあ、なんかこう心がこもってるというか、ハートが入ってるっていうかさ、やっぱそういうものってさ、残るよね、曲ね、はい、うん、いいものはいい。そうなんだよね、うんと。関さん、たくさんのキャラクターを演じられると思いますけれどもね、はい、一番こう、周りから反響があったキャラクターって覚えてます？そうですね、まあでも、まあこの土屋さんの番組呼んでいただいてるからじゃないですけど、でも高橋圭介はだいぶ反響はいただきました、いろんなところで。長いよね。長いですしね。終わってからもう随分経ってんのに。はい。長いよね。確か、あの、僕デビューして間もない頃にやり始めて、まあ最近まで演じる機会いただいてるので、そういう意味じゃもう30年近く、うん、あの、キャラクターと一緒にやらせていただいてるので。うん、はい。で、やっぱあの、ちょっと、なんていうんですか、美容室に行った時の、その、美容師のお兄さんとか、うん、もうやっぱ好きな人多いですし、あとまあそういうね、女の子で、そう、先ほど言ったみたいなね、車乗ってる人とか、はい、もう幅広いいろんな人から言われることが多いです、イニシャル D はね、はい、あのイニシャル D がその日本がテレビ放送終わってから海外に行ってるわけよ、うん、だからどんどん海外に、僕なんか毎月海外行ってんですよ、はい、いろんな国に、はい、そうするとね、やっぱイニシャル D のキャラクターだとか、はい、関連グッズを持ってきてサインくれっていうのが多い。あ、そうですか。で、必ずどこの国に行っても86は必ずあるの。はい、だけど、
黄色の FD に乗ってる子が、はい、女の子がいるんだよ、どこの国でも。うわ嬉しい、ね、それはやっぱり高橋圭介のファンなわけじゃない、うん、そういうのは嬉しいよね。嬉しいです ね、 ね。とはいえ この子じゃない、この人はもう役をやってる時ですよ当時、うん、なんでこんな車の中でベラベラ喋んだよって文句言ってたんですか。文句は言ってないです。文句言ってたんですよ。疑問を言ってたんですよ。その後カートに誘ったんですよ、うん、でカートに誘ってカートで走ったら走り終わった後に俺のところに走ってきて、うん、さ俺すごい喋ってた、車乗ってる時になんで早く行かねえんだとか、うん、なんで曲がれねえんだって喋ってて、初めてイニシャル D が分かりましたって言った時にはもう収録終わってたんだよ、ね、そうもう最終回まで撮り終わった後でしたね。結構さアニメって喋ってる、はい、巨人の星だって喋ってるし、確かに確かに、明日のジョーだって喋ってるじゃん。いやそれ土屋さん言うたら車の中で喋るよって言ってください。なんで巨人の尻尾んじゃったんですか。土屋さんはあのレースする時に喋る、喋ります、どんなこと喋るんですか。なんだこの野郎ふざけやがって、誰運転してんだこの車とか自分なのに無線飛ばして、はいはい、前の車誰運転してんだこの野郎、あなるほどなるほど、マナーめちゃ悪いぜこいつとかさ、はい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 、後ろ誰だこいつみたいなさ、はいはいはい、そんな無線を監督とやり取りして、独り言ありますか。独り言、独り言、あ独り言、独り言なんだけど無線のボタン押しちゃうんだよね。あなるほど、そうふざけんなこの野郎みたいなさ、はい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 、無線押さなくてもいいじゃん。うん確かに、だけど押して喋りたいんだよね、それが面白かった、まあ、あのベストモータリングって言って、土屋さんがもうすごい車の中でお話になってて、はいはいはい、だけどスイッチが入って集中するとプツって黙っちゃうの、うん、おーそうなんですね。そうだから分かるのよ、土屋さんここで本気になってるっていうか、うん、集中したっていう時と、はい、今まだ余裕があるっていう時は、そうか、うん、余裕のある時の方がやっぱり喋られるんですか。喋れる喋れる。あってことはさ、関さんは、はい、終わってからイニシャル D に入ってったってこと。そういうこと。だから今イニシャル D を取り直したら、はい、めっちゃすごいケースケ上がる、はい、もう一回やってもらえないですかね。いやいやいや、だから今 MA コーストっていうんでやってるんですけど乗らないんだよ ね、 もうね。そうなんですよ、もう引退しちゃっていて、そう引退しちゃって、はい、もう今会社の社長みたいなポジションでね。そうなんですよ、高橋ケースケ、そうです、はい、引退、はい、なんか弟子を育ててますよね。あ、そう。そうなんです。でもなんかテクニックはあって、うん、あの運転すると伝説になってるんで、ね、はいはい、うん、上手みたいですけど。そう、はい、じゃあやっぱこう高橋圭介やってる時ってそんなに高橋圭介に魅力は感じなかったんだ。いやいや感じてたんですけど、はい、その知識が追いついてなかったというか、はい、でやっぱりアニメなんであの経験しないこともやっぱ演じることがある、ロボットに乗ったりとかあるんで想像でやってるんですけど、実際にその体験してみたらやっぱり感じることがだいぶあったというか、はい、これなんかとんでもない裏話だよ、ね、俺高橋圭介はこの声優さんは車 FD に乗ってんだろうなと思って見てたんだよ、めっちゃ騙されたね。そうなんです、すいません、日産のラシーンに乗ってました、その時。ふざけんなよ、これ。あ、そう、はい。FD の魅力って何ですかね。FD の魅力は、やっぱ回答性の良さ。FR なんだけれども、はい、その前後ろ50対50のあのバランスの良さだよね、うん、そのホイールベースだとかトレッドの、ね、長さだとか、はい、それに対しての車重だとか、うん、だからそこのそのロータリーターボがまた良かったわけよ、はい、なるほど。でスタイリングはさ、なんか美しいじゃない。あ確かに、ね、優先形で、そうイタリアっぽくてさ、なんかセクシーな、はい、うん、で速いってコーナーが速い、はいはいはい、あれがいいよね。フリーは骨格のフレームを全部こう穴開けて軽量にしてんだよ。あそうなんですか、うん、そう普通は 1本の鉄なんだけど、そこ全部穴をくり抜いて、はい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 、少しでも軽くしようっていうのは FD、だから回答性が良かったりって。なるほど、じゃあ高そうですね、そんだけ手のかかってる車だから。あだからやっぱり当時もやっぱり時代的には高かったんだけど、うん、今も根強いですよ。あそうですか、今もか、うん、あの売ってる車なんですか。中古ってことですか。中古、ね、中古車ですけど、もう高い、もう高値の花。あそうなんですか。買えない、プレミアがついちゃって、ね、うん、全然高いよね。いや当時の新車の値段の倍ぐらいします、ね、あそんなにするんですか。しますよ、しますよ、あなたのおかげですよ。あ本当ですか、まだ多少は貢献してるかもしれないですね。あなたのせいですよっていう人もいますよ。あそうか、いいな、でもなんかちょっと持ってたいですね、でも、うん、じゃあだって本当にそのイニシャル D を見て、はい、高橋圭介に憧れて、はい、この高くなった FD を買うっていう人も多いんですよ、うん、あ今いらっしゃるんですね。涼介の FC もそうですよ、はいはいはい、ファンになってイニシャル D のファンになって高橋兄弟が好きになって、うん、そっから FC、FD を買うっていう人が多いの。あじゃあ
ね、FD1 台僕に送ってくれてもいいですよね、なんかあの。なんちゅう男。それはそうだねとは言えない、ね。言えません。はい。関さん、番組もやってるでしょ。番組、こういうラジオとかですか、ね、あ、そうですね。時折、ね、はい、やらせていただいたりします。あれはどういう番組なんですか？どういう番組？まあ、さまざまです。あの、昔は結構、あの、なんていうんですか、ちょっと、ドタバタな、あの、ちょっと下ネタ言うようなのもやってましたし。スネオくんがダメですよ、下ネタ。でも、一応、あの、ちゃんと許可取りました。あの、まあ、そうか、はい。あの、そのスネオをやってる、あの、大元のところに、はい。で、チェックしていただいて、まあ、大事、いいですよっていうことで。そうです。今はもうでも、比較的ちゃんとした感じの、はい。ちゃんとした感じ。まあ、真面目なものをお届けしてますけど。でも、土屋さんでも、すごいレーサーだし、あれで、あの、もう有名な方ですけど、ラジオのおしゃべりもすごいお上手なんですね。いや、もうずっとやられてる。昔もやってらっしゃったんですね。昔、だから現役時代ですよ。現役時代は東京 FM で10年やって。あ、そうなんですね。そうそう、そこから今度 JWAVE 7年やって。はいはいはい。その後文化放送を3年ぐらいやって。すごい。いや、ラジオ好きなんだよね。面白いですよね。テレビってさ、台本があるじゃん。はい。はい、ね、ディレクターが出す台本を読みながら番組が進行していくじゃん。はい。はい、ラジオってさ、こうやってこう自由じゃん。はい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 。だからさ、なんかラジオの方が僕は向いてんのかなと思いますよ。ああ、なるほど。いや、だから初回の放送で、はい、ご自分で帰ってきたウルトラマンみたいだねっておっしゃってたから、ああ。でもすごい楽しみに地球の平和とリスナーの幸せをね、与えに来たんですよ、きっと。ね、確かに。そして美馬さんが一緒にパーソナリティやってるっていうのがびっくりしちゃって。ゲストなんですよ。毎回出てらっしゃるわけではない。毎回来てますよ。あ、そうなんですね。ちょっとブラッとね。すごい。いや、だってさ、美馬ちゃんじゃないとこういう大物ゲスト連れてこないもん。あ、いやいや、まあでも確かにそのね、イニシャル D の声優さんとか美馬さんとあの仲良くさせていただいてるんで、うん、まあ幅が広がりますよね、はい、ゲストの。確かに。で、だから本当は初回で終わる予定だったの、美馬さんって。あ、そうなんですね。だけどさ、あまりにもそのイニシャル D ファンが広がりすぎちゃって、はいはい、これは結構イニシャル D で引っ張れるな。俺はミマちゃん毎回でしょみたいな。なるほどなるほど。なのに先週はグリさん思せちゃう。でもミマさんは本当に車好きだから嬉しい。いや嬉しいですよね。いや俺も、まあ、そうだよね。ね、夢のような土屋さんのね、こうサポートできるなんて、はい、そうですよね。こんなに嬉しいことはないっす。ミマさんがこんなにおとなしくしてるのを見たことがないですもん。みんな言うな、はい、そうなんです。びっくりしました。別におしゃべりなんてないよ。酒飲むと暴れるよ。いや、暴れないよ。土屋さんの前でもですか？あ、暴れるわ。あ、本当ですか？ミキちゃんなんか子供みたいだよね。いや、そうだ。いや、もう美馬さんの前だとみんなそうです。はい、ね、はい。だけど面白いよね。みんな車つながりで。いや、本当ですよ。だから、イニシャル D からだよね、みんなね。そうなんですよ。本当に。だからミキちゃんもそうでしょ？はい。だからもう AE86 ずっと乗り続けてるしさ、うん、ああいうのが嬉しいね、はい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 、イニシャル D つながりはね。だから知らないですよ、関さんなんて、うん、土屋さんにお世話陰でお世話になってること、うん、だってイニシャル D で FD とかのスキーロー全部土屋さんがやられてる、はい、そうだよ。あ、そうだ。あなたが運転も知らずにこれだろってうんちく語ってる下支えしてるの土屋さんなんだよ。知っとけ。そうか、じゃあ一緒に高橋圭介でもあるわけですね。いや、そうだよ。だから今日はいつもお世話になってますって始まんなきゃいけない。お世話になってます。おせえよ。おせえよ。エンディングでかい。そうだよ。いや、監修されてるのはね、知ってたんですけどね。ああ、そうだ、ね。はい、はい。まあでもさ、そういう、なんていうの、関さんの裏話も聞けて面白いじゃん。うん。ね、はい、うん。あ、イニシャル T ってそんなんだったんだ、みたいなさ。本当に。ね。いや、今日、圭介の歴史を知りましたよ。ね、うん、本当だよね。あの、日産の普通のファミリーカーに乗ってたなんてさ。高橋圭介が本当ですよ。ふざけんなね。俺の夢壊してやがったな。その FD くれっつってましたね。どういうこと。さあ、今週も早くもね、ここまでということで。もう時間ですか。早い。時間ですよ。早い。30分なんかすぐなんですよ。早いっすね。土屋圭一の車の話、来週も声優の関智一さんとお送りします。よろしくお願いします。お願いします。この辺で今週の放送も終わりです。美馬ちゃん、はい、いかがでしたか？いやー、でも関さんとなかなかこういう話をする機会がないですね。え、飲んだり食べたりはしないんですか、普段？いや、誘っていただいた時に、でもまあ年に 1,2 回あるかなっていう感じです、僕は。あ、そんなもんなんだ。俺なんかさ、はい、いつも朝部10番で飯食って飲んだりしてんだけど。あ、そうなんですか。美馬ちゃん誘うじゃない、はい、LINE 送って、はい、すいません忙しいですと。ええー、ああそうかい。
あ、そうなんですよ、三馬さん。いやいやいや、行ってくださいよ。スタジオにいるんです。あ、そうなんですよ。うち近所でお会いできるんですね。はい、いつも俺、10番で飯食うときは必ず三馬ちゃんに連絡するの。俺、三馬ちゃんのテリトリーだから10番って。そうですね。失礼かなと思って。はいはいはい、はい。だけど、いや、忙しいです。そっけないですね。でも、最初の頃は本当に、土屋さんとね、そんなにご飯とかご一緒させて、うん、してない時に、はい、偶然に会う機会が多すぎて、土屋さんさ、バーに行くと土屋さんいらっしゃったり、おえ、なんか繋がってるみたいな運命感じちゃいますね。いやだから今も、ねうん、なのに断ってくるんですね。やめろ。まあ来週もね、引き続き、はい、美和ちゃんは関さんを連れてきてくれます。はい、ね、ぜひ来てください。はい、はい、土屋圭一の車の話、番組では皆さんからも話してほしい内容ですとかね、呼んでほしいゲスト募集してます。メッセージを添えて番組ホームページから応募してください。 tfm.co.jp/車の話、アルファベットで車の話です。そして番組では X や YouTube もやってますよ。スタジオの模様もアップしているので、ぜひフォローしてください。感想はハッシュタグ土屋圭一の車の話をつけてポストしてください。それではまた来週もこの時間に皆さんお会いしましょう。土屋圭一でした。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。